深鉢型河原家城門中期新潟県十日町市笹山遺跡出土十日銚子博物館像国宝深鉢型河原家城門中期伝新潟県長岡史跡原町馬田海跡出土東京国立博物館像深鉢型河原家城門中期東京都あきるのしくさばな出土東京国立博物館像城門時は北海道から 沖縄諸島を含む現在でいう日本列島各地で縄文時代に作られた河原家である。縄文時代の年代は流動的ながら約1万6千年前から約2千3三百年前とされる。長岡芝高遺跡出土、火炎土器の 3D データ縄文土器は大森貝塚を発掘したモースによって見出され、英文報告書でコードマークとパッテリーとされた。しかし、貝塚土器など、 様々に呼ばれ、結局、縄目文様という発想から命名された、縄文式土器の用語が定着した。1975年、佐原誠は、河原家の名称に、式を使うことの不合理を解き、縄文土器の名称を使うことを提唱し、以後、一般化した。変年作業が、聖地化した京においては、縄文土器の用語が用いられることが多く、その場合、縄文が施された。 縄文時代の土器という意味と縄文時代の土器一般という二つの意味で用いられる。また、山内清夫や佐原誠など一部の研究者で縄文土器の用語を用いているものもある。これは土器表面に施された模様が一種の紋章の意味をなしているのではないかという考えによるものである。一般に縄文土器の作られた時代が縄文時代であるが、 日本列島における土器の出現イコール縄文時代の始まりであり、明確な稲作の高文化に伴う土器形式は、弥生土器とされる。また、常述のように、縄文時代の土器すべてが、縄目文様を施すわけではなく、さらに縄文時代を通じて土器に縄文を施さない地域もある。そのため、縄文時代に作られた土器をもって、縄文土器であるという定義もある。このような定義は、 再帰的かつ道後反復にも見えるが、あまりにも多様で、河らけであるという以上の普遍的定義が、難しい縄文土器の実態を考えると、境界領域では納得せざるを得ない。縄文土器の持つプリミティブな美は、いわゆる伝統的な日本の美とは異なる性質のものであり、当初は美術的には評価されていなかった。岡本太郎は1952年に表した論評。 縄文土器民族の生命力によって現代美術の立場から縄文土器の再評価や意義付けを行い、その後の日本文化論に大きな影響を与えた。縄文土器は尾張を境界に東日本と西日本の文化圏に大別される。西日本は装飾の少ない簡素な土器が中心となる。東日本は東北に見られる亀ヶ岡式土器のように火炎型の土器が特徴的である。 ただし、亀ヶ丘式は、再使用とみられ、東日本でも、日常土器は簡素なものが多い。東日本は、東北と関東中部に大別される、時代とともに、文化圏は変わり、また、海の文化圏が生まれ消えていった。西日本では、縄文番器、縄文土器は、国名と大分土器である。この土器は、板月遺跡などの水田のある最古の層の大部分を占める。 そのうちの数パーセントの土器は、形は、突体分土器だが、技法は、朝鮮無紋土器であった。その後、形は、縄文系を保つが、作成の技法は、半島の無紋土器を使う弥生土器である、板月一式に変わる。この意味で、西日本の縄文土器は、弥生土器の系譜に連なっている。縄文土器は多様な大きさと、機種、 装飾的な文様など様々なものが存在するため、土器の機能や使用される場面も異なったものであると考えられている。縄文土器の使用用途には、食料資源の調理、加工や盛り付け、採取目的が考えられている。縄文土器の内深鉢などにはツコ根を有するものがあることから、食料を煮るため、あるいは貯蔵するために用いられたと考えられる。縄文土器が出現した時代は、 後期旧石器時代のナウマンゾウのような大型哺乳類が日本列島で絶滅した時期と重なるため旧石器時代の狩猟により得られた獣肉を主食とするスタイルから狩猟、魚老に加えて喧嘩など植物質食料を組み合わせた食習慣に変化した。また喧嘩の多くは収穫時期が限られるために貯蔵する必要が生じた。さらに喧嘩を食用とするためには加熱、粉砕、 煮込みなど加工過程が必要となったほか、牛肉や魚介類のように直火で炙るのは困難であるため、加熱するには調理器具としての土器が必要となったと考えられている。縄文土器には蘇生土器と生成土器が作り分けられており、これは晴れの器と毛の器を区別したとする説がある。なお、縄文土器が射伏具として機種の多様性を有するのに対し、 弥生土器は確立化された亀が用いられている。どんぐりや土地のみなどの剣花は食料とするために消火栓などに作業場を設け、水漬けやアクを使って、アクの成分であるサポニンを絞抜きをする工程が必要であり、そのため灰が必要であった。灰を得るために大量の草木を燃やしたことが土器製法の発見につながった。あるいは土器を製作する際に生まれた灰から、 どんぐりや土地の実を渋抜きする方法が発見されたと考えられる。河原家の製法と渋抜きの方法のどちらが先に発見されたかは不明だが、日本列島において、世界的に見て、最初期に土器が普及したのは、こうした事情によると想像される。制御面では、漁労活動において、漁網や釣り糸に用いるおもりとして、土器態度の断片から作られた、土器片おもりが用いられた。 また、土器片を円形に加工した土器片加工円盤が作られ、中心を先行するものは防水車とする説もある。最紙面では住居内に土器を埋納する梅メ,メが存在し、埋葬に関わる施設であると考えられている。後期紅葉から晩期には西日本を中心に亀館が見られ、土工房などともに貿易を形成する。弥生時代にも亀館は存在するが、弥生時代は、 漢用に土器を作成するのに対し、縄文時代では、二滝に使用した土器をそのまま漢桶に使用する。そのため、成人ではなく、乳幼児を埋葬したものと考えられる。いわゆる、縄目文様は、年史をセブン現体とし、これを土器表面に回転させて付けたもので、多様な模様が見られる。しかし実際には縄文を使わない。セブン法や、装飾技法も多く、これは、 土器形式によって様々である。縄目文様以外のセブン法として、爪型文や笹の茎、動物の肝骨などをセブン原体とする、疾患文、貝殻をセブン原体とする、貝殻状根文などがある。縄文土器は表面を凹ませたり粘土を付加することが、基本で彩色による文様は少ない。しかし、文様が変化に富多く用いられ、装飾は時には、 容器としての実用性からかけ離れるほどに発達した。この特徴は日本周辺の土器には見られない。縄文土器の底部には、網組根やこの箱など土器が製作され、乾燥段階のうちに置かれた敷物などの痕跡である外底面圧痕が残されているものが存在する。外底面圧痕は、瓦家の持ち上げによる再配置で重複したものや、 外底面の調整により抹消されたものも見られる。縄文土器の形は深鉢が基本であり、量的にも多い。特に前半の時期は深鉢以外の器形は稀である。しかし、中頃から朝鉢のような器形が現れ、続いて中高月、高露系、高月、壺形、皿型など様々な形が現れた。特に東北地方番記のいわゆる亀ヶ岡式土器は、 器形の変化が多様であった。釜を使わない平らな地面あるいは、おうちの中で、やや低温の酸化焼成のため、赤滑色系で、比較的軟質である。態度は荒く、やや厚手で、大型のものが多いが、用途や時期によっては薄で、小型品、成功品も作られている。男性原理の象徴と考えられている石器に対して、食料の保存加工に用いるときは、 女性原理に属するものであると考えられており、信仰に関わる土製品には、代表的な土偶のほか、土器片を再利用して、人形状土製品や矢尻状土製品、土製円盤、土器片おもりなどが作られた。河原家の年代的な変年が聖地になってきて、前の形式から次の形式へ、連続的に変化していることが、明らかにされてくると、系統的なつながりが問題とされるよう、 縄文土器には水平の帯状に文様が加えられている部分がある。これを山内企業は文様体と呼び、そのつながりに注目した。それを文様体系統論と呼ぶ。各形式の土器は固有の文様体配置を持っている。その文様体は形式ごとに継続されたり、分裂したり、融合したり、新しく生まれたり、消滅したりする。文様の生命は非常に長く、 土器の系統を知る上で役立つ視点である。いずれも、東北から関東、中部地方で別の文化圏である西日本の土器の写真はない。火炎型土器は縄文中期に盛んで、東北を中心に関東、中部が主だが、遠く、九州にまで及んだ。早期、前期中期後期、晩期式各地の出土土器の地域の方は、式で表される。数が非常に多い。 河原家の変年や系統は、式を用いる。外形と制作技法が細かく調べ記載される。それゆえ、系統や制作者の集団まで推定が可能になる。板付けも、層により、板付き1式、2式など特別される。発見場所の土器をその系統の土器の名称にすることも、多い。板付きと同じで、発見した時調査がなされる。次の例がある。総称名称にも式が使われる。 板たき式を含む、弥生時代すべてに、板たき式を含む総称が次である。縄文土器の形鉢、亀、壺、円筒の区別は、口と銅の境のすぼまりで区別される。器の大まかな形状を形で区別し、時代で変わる様式を型という。以下のような形があるが、前期や中期、後期、晩期などで、使用形状が異なる。深鉢型は、焚き火の熱を、 横から吸収し、煮るのに適した形状である。機種と、形特殊再起用の装飾の片付加形状をさらに、器に加えられた特殊な形状を、等と符で表す。底の尖ったものを剪定という、底の丸いものは珍しく、丸底という、かなり自由で、刻名突体などもある。刻み目を入れ、出っ張って土器の周りに回るという意味、縄文土器の紋様紋様は、 文と書いて区別する。縄文土器の形式は、その地域に存在していた形式から次の形式へと変化し行くものである。しかし、一つの地域でばかり次々へと変化していくばかりではない。別々の場所で生産され、系統性も異なる河原家が、一つの遺跡に共存したり、 時には別の系統の文様が一つの土器に併用されていることや西日本の一形式が遠く離れた関東に移動し、その遺跡の起源となるといった系統の大移動などが知られている。また、ある形式の土器が移動し、在地の土器と混合しないで一軒の住居跡から発見されることも知られている。このような現象の背景には縄文人の集団の移動や集団間の接触、 交渉があったと思われる。また、それらの現象を引き起こした原因を追求することで、今まであまり追求されてこなかった、縄文人の集落や社会についての解明が進むで、あろう、と考えられている。丸底深八型土器縄文早々期横浜市鈴木区、花見山遺石出土東京国立博物館像、太平山本愛遺跡で出土した、早々期の土器編土器の年代的変化を、 客観的に捉えようとする研究が地質学者、松本彦七郎によって始められた。松本は土器形式の違いを年代差と捉え、貝塚の相違的発掘によってその年代順位を確認していく方法を取った。この方法を受け継いだ一人に山内清がいた。山内は、1937年頃までに日本を9つほどの地域に分け、各地に 約20ほどの土器形式を配列した。激しい論争の末認められ、科学としての土器研究が確立した。また、山内は、縄文時代の大きな時間的区分として、早期、前期、中期、後期、晩期を示し、後に早々期を付け加えた。縄文時代を通じて派生した、形式数は数えきれないほどだが、それらを整理し、さらに、時間軸でまとめると六期に区分され、 時代を通じておおむね継続する地域文化圏内市領域が日本列島全域で7から9あったようである。しかし最終的にはいくつの形式に細分されるか今でもわからない。上記の年代は放射性炭素年代測定を構成した歴年代間に従っているが、いずれにせよ精度の高い推定は難しく、現在でも研究途上である。 縄文土器の出現はどうやら表記が終了する前のことであり、世界的に見て非常に古いものだが、大陸側の極東地域には作成技法が異なるものの、同時期の土器文化の存在が知られ、東アジア一帯で世界最古期の土器が同時並行的に出現したと見られており、相互の関係が注目される。現在までに知られている日本列島最古の土器は、 青森県太平山本愛遺跡や茨城県語や遺跡、神奈川県、寺尾遺跡などから出土した文様のない無門土器であり、太平山本愛遺跡から発見された土器の年代測定の算定は16,500年前とされている。また、愛媛県熊高原町三河の上、黒岩岩影遺跡の最下層の第9層から最隆奇泉分土器、第6層から薄手の無門土器、 第4層から、押し型分土器と厚手の無門土器が出土している。その中でも、最隆起線分土器は、約1万2千年前のもので、日本最古級の土器の一つである。日本列島最初の土器は、次の4段階をたどると、考えられている。まず最初の第1段階は、無門土器を特徴とし、第2段階は、豆粒分土器と隆起線分土器群であり、第3段階は、 爪型分土器群であり、第4段階は多条文土器群である。ちなみに、弥生時代になってからも、東日本では、縄文土器の伝統を反映した弥生土器。北海道では、縄文土器の直径といえる、俗常文土器。沖縄諸島では、貝塚時代前半の系統を引く瓦家が作られた。この画像の土器は、新潟県場高遺跡出土品として、 重要文化財に指定されているものとは別個体で、天魔高出土として、東京国立博物館に所蔵されているものである。大久保隆重、日本文化論の名著入門、角川書店、角川選書2008年、ISBN978 から4から04から70万3422から 8pp、221から233。この画像の土器は、 新潟県馬高遺跡出土品として、重要文化財に指定されているものとは別個体で、天馬高出土として、東京国立博物館に所蔵されているものである。中国や東アジアにも表面に縄を押し付けた痕跡のある、瓦家があるが、それらは叩き締めという技法で、縄を叩く板、棒に巻き付けられており、その痕跡であり、日本の縄文、弥生器とは異なる。石川秀氏。 農耕社会の成立シリーズ、日本古代史市岩波書店、岩波新書1271-201年26ページ、通天の昇破編、寺内博愛媛の明の、内田九十男、寺内博川河岡つとむ、矢野達夫、愛媛県の歴史山川出版社2003年16ページ、発見されている、無問時はすべて昇破編である。 それらの昇波片をもとに奇形を復元想像してみると、縦断面は平底から道部にかけて外側に膨らみ、公園部にかけては直立する八型か深鉢型であろう。巫女、芝系石器群を伴う。年代は太平山本藍遺跡の土器に付着した炭化物などを資料に行った。 アンスック14測定年代は12,680プラスマイナス140から13,780プラスマイナス170年 BP で、もっと古い産後による、歴年構成値は16,520カルブップで、ある。豆粒分土器は、長い楕円形の粘土粒を後円部で重列可車列に、等を間隔に、道部上半分では横列に貼り付けている。 竜気線分と組み合わせて文様が付けられ場合と、竜気線分だけで文様を構成する場合がある。復元品では、地形丸底の深鉢土器、豆粒分土器と竜気線分土器の福井ホラーなの、ベータ線法 C14 測定年代は12400プラスマイナス350から12700プラスマイナス500年 BP、竜線分土器とも呼ぶ、豆粒分土器ともに、福井ホラーな。 潜伏寺洞窟から湿度。福井ホラー穴や潜伏寺ホラー穴から湿度。爪型分度器が単独で発見されている場合は、東北地方北部、北海道帯広島で分布する。その数は必ずしも多くない。年代は群馬県政仕方の中島遺跡の C14。測定では1180プラスマイナス 40BP である。規形は深鉢で、 公園部がやや内側に膨らみ胴部が大きく、外側に膨らみ底部が、丸底や公園部が外側に膨らみ、入房状剪定などがある。大圧縄文、落状体や根文、回転縄文を施した河原家であり、これらの縄文を施した時期に土器を分類することができる。近畿地方伊東の本州東部に分布する。年代は、 串引き遺跡の C14 測定では1万3 0プラスマイナス50年 BP である。縄文陶歴最縄文官邸と鎌、ま。縄文くれない刀剣足湾縄文くれない刀刀。河原縄文かなえ本港人門刀文職。ありがとうございます。